そのバナーをちょっとダウンロードしてもらって。はい。はい。ダウンロードしました。はい。そしたらそのテンプレート作成の、はい。まあ、どれを選ぶかっていう話なんですけど、とりあえず、これで。あ、それで。はい。じゃあ、それは、ポチッと押してもらって、で、その下ですね。はい、ん？下っ？あ、違うか。横ですね。上の、さらにそのバーがあるんで、絡むタイプ選択。はい。これで、まあ、右ワイドメニュー、3絡む右ワイドメニューですね。はい。で、その他の設定、次。で、ここで選んでいくという感じなんですけども。ああ、なるほど。はい。で、これ、アメーバキング、これホームっていうのが一番左に必ずつくので、はい、今回のテンプレートは。はい。メニュー1が、要は右から、あ、左から2番目ってことです。ああ、そういうことですね。はい。はい、一番左はホームっていうのが絶対つくので。はい。で、まずここに。入れていくと。はい。ありますか、情報。そうですね。僕送りましょうか。送ってもらったやつ。今メールお願いします。いただいてたやつを送ってきます、ね、はい、はい、はい。はい。そんな感じですね。で、まあ、その他の設定っていうのは、まあ、任意なので、はい。あそこはいらないかなっていう感じで、はい。で、ヘッダー画像ですね、を、そこのやつに入れると。はい、
980ピクセル。ちょっと待ってください。これなんか消えちゃってますね。あ？あれ？スカイプで送ったのがいけなかった。ちょっと LINE で送ってみますね。あ、ちょっと待ってください。これ、あれ、それは、これだとちゃんと入ってますね。そうですね。もう一回送りましょうか。そうですね。この。一応 LINE でも送ってきます。はい。なんか、スカイプだと消えちゃいますね。ほら、まず、謎ですね。その下のダウンロードっていうところ、ラインの、はい、そこです。入りましたね、はい、そしたら完成ですね。はい、で反映ボタンを押せばできると。はい、あ、どこかヘッダー画像、ロゴ画像が入ったよ。ロゴ画像、そっか、ロゴ画像があるのか。ロゴ画像ははい。とりあえず、同じのを入れときましょうかね。
さん、屋号とかって考えてましたっけ？いや、全然考えてないです。そうですよね。まだそこまで行ってないですよね。はい。こんな感じに。ああ、やっぱロゴ画像がなっちゃってるから。うん、ロゴ画像ってどこのことを言うんですか？なんか変ですよね。なんか、ここら辺の空白が。多分じゃロゴ画像が、はい。いけないっぽいですね。はい。なので、ちょっと今ロゴ画像作りましょう。はい。なんか、屋号。ニャゴーですか？ニャゴー作りましょう。はい。ニャゴーって、要は会社名みたいなってことですよね。そうですね。まあ、なんか何でもいいですか？とりあえず。どういうのにしてました？僕は会社名なので。株式会社を作る前。会社。僕は R キューブっていうやつにしてるんですけど。あ、ヤゴー時代からってことですか？ヤゴー時代から R キューブなんですよね。はい。作ってたんで、すでに。はい。はいはいはい。逆に、というか、とりあえずで、はい、僕のやつにしますか。あ、R キューブってことですか。はい、R キューブのロゴ。ロゴ画像っていうのはどこのことを言うんですか。僕のちょっとブログ開いてもらっていいですか。はい。それでも六本木企業で出ると思います。そこの、あ、これですか。それ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 です。ああ、なるほど。はい、多分それがあれなんで、あ、そういうことですか、この R キューブ。僕これ、両平の R なんで。ああ、はいはいはい。はい、で、キューブはどこから来てるんですか？キューブは、立方体っていう意味が一般的なんですけど、はい、キューブって三乗っていう意味もあるんですよ。ああ、はいはいはい。で、まあ、その R の頭文字の単語が3つ入ってるよっていう意味です。ああ。なるほど。そうです。で、僕このロゴ今言っていただければ簡単なやつすぐ作れるんで、はい、今作っちゃうんですよ。はい。どうしようかな。あと下の名前なんでしたっけ？下の名前ですか？はい。ジュンです。あ、ジュンさん。はい、J か K か。あ、まあ J ですかね。J で。いや、まあでも K にしとこうかな。でもこのブログで、まあでもそこまで気にしなくていいか。うん、まあそんなね、見ないと思います、みんな。そうですよね。じゃあもう JJ で。JC でいいですか。はい。ちょっときっと。J キューブです。はい。
ちょっとかっこいいよ。ちなみにこの11位の時のアクセス数ってどれぐらいなんですか？11位、今は、500円下がっちゃった。500ですね。あ、500ですか。はい。500で11。このランキングってあのアクセス数だけなんですかね。多分。ああ。もうすごい早いですね。ちょっとかっこいい。それっぽい。はい。このね、でも脱サラ系、この脱サラのジャンルだと、まあ、1000ぐらいアクセスいくと、はい。まあ、2位とか3位とかなれるんで。ああ、はいはいはい。そんで十分。でも、そのさっき言った1600とかの時なんですけど、はい。その時14位とかあったんですね。ああ。ジャンルは？ジャンルは何だったかな。副業が脱サラ。脱サラですね。ああ、はいはい。まあ一瞬行ったってことですね、じゃあ。はい。なんかアクセス数じゃないだけじゃない気もしますね。まあ、そうですよね、今の話からすると。これ自分ロゴ見に行って何かのツールなんですか？いや、普通に今僕がデザインしただけです。ああ、はい。完成。でもアメーバキングすごいっすよね。すごいっすよね。こんなワンクリックで簡単に作れる。まあでもちょっと中毒気味な感はありますけど、僕とか。なんかこれやらないとなんか落ち着かないみたいな。そう。アメキン依存症になっちゃう。ロゴが表示されてない。入ってるよ。入ってますね。あ、OK ですね。あ、なんかちょっと、その色で行くなら、色変えたいですね。そうですね。なんかロゴ。それだけ黒ってちょっと変ですね。とりあえず、まあ、色ですからね。デザインは、まあ、多少変わるんでしょうけど、おそらく青系を選ぶと思うので。ああ、そうですか。はい。じゃあ、青系にしときましょうか。はい。どこ青にしましょうか。まあ、別に黒でもおかしくないですけどね。
そうですね。どうしますか。どうしようかな。じゃあ、青系で。青系にしますか。はい。でも全部青。じゃあ、赤にします。いや、なんだろう。この、どうしようかな。この青でいきます。ちなみに。この青もいろいろな青あるんで。この青にするか、ちょっと、水色っぽくするか。そうそうそう。まあ、あと濃い青とかいろいろある。まあ、だったら少し水色、淡い感じの。うん、淡い感じの。はい。これがブラックで、これが青。なんかっこいいかな。はい。ああ、どうですかね。そうですね、こっちの方が。いい感じですか。はい。いいですね。やっぱデザイン変わると多少変わるんですか、ね、うん、か全然違いますよ。反応とかも一気に変わったりするんで。はい。まあ、逆に変わらなければ、はい、ちょっとキャッチコピーが良くないのかもしれないんで、はい、ちょっと変えたりとか、はい、でもこのデザインのもうあのテンプレートは僕できてるから、はい、このテキスト、まあ、ここの部分だけ、はい、
こ変えだけ変えてやっていくっていうのは、まあ、全然すぐできるんで。はい、うん。で、カスタマイズに関してもね、色とか。はい。そうね。すぐ変えられるんで、これで。はい。ちょっとこれで反応見てみてっていうところですね。はい、わかりました。こういう感じで、デザインに関してはこれで、はい、終わりということで。はい。